こんにちは、ドクターの本上です。MC の立花です。スリューラボッチでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回の企画、女性が虜になる絡み、ボキタに教えてもらいましょう。教えてほしいですよ。いやいや女性を喜ばせるには男は顔が命なのか、いやそんなことはないと、そんなこと言って諦めるわけにはきません。今回はですね、キモい中にもプロフェッショナルが光るキモメン AV 男優ボキさんに、女性が喜ぶポイント、虜になる絡みとは何なのかっていうのを聞いていきたいと思います。今回ですね、キモメン男優ボキさん、ダメは町内会のおじさん、ただ AV 女優業界内でも人気が高いボキさんにですね、女性が喜ぶ絡みとは何か伝授していただきたいと思うんですけれども、まずですね、ボキさんの業界での人気の秘密を探っていきたいと思うんですけれども、長年ですね業界にいて、今も大変多くの作品に出られてると思うんですけれども、ボキさんが普段女性のこう扱いとして一番大事にしているところなんですか？やっぱり優しさですかね、うん、あとは具体的なことで言うと、やっぱり嫌がることはしないとか、 あんまり深入りしないっていうのが結構大事なのかなと思います。結構男らしくこうガツガツいくというよりかは、もう優しさっていうところを大事にしているっていうところですよね。喋っててもすごくお優しい。そうですよ。よくわかりますよね、はい、役柄的にはですね、はい、まあ、いつも女性の弱みを握り悪いことばかりもされてると思います。そのプレイ中のですね、女性が喜ぶポイントっていうのは、ボキさんの中で何かこれっていうのは何かありますか？まずは嫌がることはしないのが大前提であって、ある程度経験重ねていくと、あ、ここがポイントなんだなっていうのが大体分かってくるんです。それぞれの女性で、はい、その、まあ、絡んでるうちに、はい、大体こう普通にやっていくと、はい、ちょっと感じ方が違うとか、ちょっと体がピクンとなるとか、そういうのが分かってくるので、そしたらまあそこをひたすら重点的に、例えばクリトリスとか、ね、そういうことですか？そのあ、もちろんパーツ、そういう、はい、いわゆるそういうところもあるんですけど、はい、全然違うところで感じる人もいるんですよ。例えば教えてもらっていいですか？あの背中だったりとか、あとは今まで何人かいたんですよ、手のひらで感じる人もいるんですよ。舐めるんですか？それは。あ、舐めも触りもします。あの手のひらといわゆるこの同じような感覚の人がいるんですよ。あと膝の裏だったりとか、あと耳だったりとか、あとはささやきとかに弱い人もいます。だ、それはやっぱりある程度場数を踏んでって、あ、この子こっちで行くなっていうのがあれば、そこを重点的に行く、はい、それと基本的にはあんまりガシガシやっちゃダメだなと思います。こう AV 女優さんの中でも本当に選ばれた人、達観した人じゃないとガシガシやってもビューッとなんてならない。やっぱり最初のうちはやっぱりこう特にプライベートとかだと、やっぱり優しくソフトに、結構女性って結構実は痛かったりするので、はい、そういった意味では、まあ、優しくソフトにがあって、あとはコミュニケーションよくとって、どこがいいのって聞いちゃいます。あ、はい、ここっていうポイントというよりかは、まあ、探りながら行く感じなんですよね、はい、よく潮吹きってあると思うんですけど、はいはいはい、筒の中をこう刺激して出すんですけども、はい、人によってめちゃくちゃ手前入り口な人もいれば、はい、めちゃくちゃ奥、いわゆる G スポットって言われるようなところの人もいるんですよ。だからみんなそれってやっぱり人それぞれなので、はい、男の人もそうじゃないですか。乳首感じる人もいれば、人を感じる人もいれば、玉が感じる人もいれば、みんな違うので、その辺はやっぱり個人差があるっていうのをまず大前提に考えなきゃダメかなと思いますね。あと僕がサラリーマン時代に教わったんですけど、相手の立場だって考える、相手のことを思いやってあげないとやっぱりこうだうまくいかないのかなと思います。なるほど、ピンポイントでここっていうのをなんとなくイメージしてたんですけれども、うん、そうではないということですよね。でもやっぱりこう探り方っていうのもなかなかちょっと難しいなと思うんですけれども、やっぱりちょっとしたこう反応の違いとか、アンテナを張ってこう探していくっていうところが大事っていうことですよね。だから普通にチューして舐めてとかってあると思うんですけど、あ、この子はの方がいいのかなっていうのと、この子はの方がいいのかなって言ったら、多少戻るのもありだと思います、はい、ずっと P だと思いますけど、要するに大体基本的にこう進んでいっちゃうじゃないですか、どん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 、はいはい、順番をね、落としろと、ね、はい、要するにエンドの方に向かっていくじゃないですか。でも時には戻すことも大事、戻すことも大事な、勉強になります。あとは独りよがり、僕も若い時はそうだったんですけど、若い時って自分が気持ちよくなることで考えてたんですよ、うん、でも50になって、どっちかというと相手がどうやったら気持ちよくなるってことを考えるようになってから、やっぱりちょっと変わりましたね、別に僕気持ちよくなくてもいいや、相手が感じる姿を見てた方がいいやっていうふうになったんで、
やっぱ紳士ですね。いや紳士じゃないんですけど、優しさですね。優しさが大事ってことですね。確かに。いやなんか次の質問で得意技ありますかって聞こうと思ったんですけど、はい、あ 得意技はだから一応なめ、なめのポイントとかなんかあるんですか。あだからあれです、喜ばれるなめ方。喜ばれるなめ方ですか。難しいですねこれはね。ただやっぱりなめもソフト、あわわわわっていくよりかはあのソフトにから始めないとダメかなと思いますね。激しく映像上では見せてても実際はソフトにしてるとか、あのその逆もあります。どっちかというとちょっと噛まれるぐらいが好きな人とかもいるので、はいはい、そういう時はソフトにしてるように見えて実は噛んでない。基本はそのやっぱり相手のことを考えてるっていうことだから絶対個人差っていうのはすごい出ちゃうので、うん、その時々によって変えていくっていう感じですね、はいはいはい、個人差が大きいと思った方がいいですよね、うん、女性側のね、うんうんうん、なるほど。だどうしてもやっぱり同じように、うんこうパターン化しがちですよね。そうそうですけど、うん、やっぱり塩も絶対どんなにやっても出ない人もいるんですよ。やっぱりこれはもうしょうがないです。あの、うん、大体ね7割ぐらいの人は出るんですけど、まあ、そんなに出るんですか。はい、そんなに出るんですよ。基本的に AV は女優さんも出す準備をしているので出やすいんですけ ど、素人の人でも多分頑張れば7割ぐらいは、うん、でもその場合ってやっぱり入念に前儀をたくさん多くしてかなり潤ってるっていう状況にしないとやめてない。要するにすぐいけないからファーってやったんでそれ痛いだけ。あとは僕がまあ思ったのがですね、ポキさんペニス大きいなと思って、その業界の中ではサイズ感的には僕ですか、はい、多分中ぐらいだと思うので、もっとでっかい人でたくさん。サイズの部分でいうと、この勃起した時のサイズって年齢とともに何か変化とか感じることってあります？サイズがちょっとこう弱く小さくなってきたとか。多分サイズの変化ってそんなないと思うんですよ、はい、むしろ高度、いわゆる硬さの変化っていうのはすごい出てくると思うんですよ。若いうちって本当に結構ガチッと硬くなりますけど、はいはいはい、やっぱりだんだん年とともにそこまでこうバキバキっていうのは、それはやっぱりあの勃起さんを感じますか。うん、あやっぱりそこはやっぱりね、はい、あとはチンポもあのサイズが太くなったりとか、はい、大きくなるとそこまでガチガチにはならない。だからよく黒人さんとかでっかいサイズじゃないですか、ね、要するに本当にあのサイズでガチガチになっちゃうとポキンっていっちゃうんで、そこまであのガチガチにはならないですね。大きい大きければ大きい人も、それこそ多少柔軟性がないと、はい、うん、っていうのはありますよね。どっちかというと年齢とともにその硬さの変化は出てくると思うんですけど、あんまり大きさがこうどうこうというのはそこまでないのかな。そこまで変化はないということですね。先生どうですか。まあ、大きさは変わってないかな、まあまあ、おっしゃる通りです本当に。硬さが弱くなってきますね。うちのクリニックでも ED の それこそ50代のご相談とかも非常に多くてですね、硬さが出ないとか、まあ、ED の症状とかで悩まれている方、まあ、それこそこう薬とか、まあ、バイアグラとか使う方いらっしゃるんですけれども、そういうのは使うことはまだ必要ないですか。まあ、おかげさまでなんとか、はい、あの一応いざという時のためには持ってはいますけど。あ、お持ちなんですね、はい、ただお守り代わりに、はい、ただ直力使わないようにはですね、やっぱり、ね、どうしても負担はかかってくると思うので、実際にその女優さんのリアクション的に何かサイズを的にこう喜ばれるとか、今までそういう経験ってありますか。どうですかね。どっちかっていうとやっぱり大きいとか太い方がいいと思ってる人が多いと思うんですけど、実際問題はそこまで大きさとか硬さって多分まあね、女優さん営業上いろいろ言ってる人もいると思うんですけど、そこまで大きいと逆に大変だと思います。やっぱりあの下の大きさもあの女の子の痛くなっちゃったりとか、あと切れちゃったりするんで、あの特にやっぱり切れやすい人とかも結構いて、あんまり大きすぎるとすぐ切れてやっぱ痛く怪我してしちゃうんで、まあ、松本まりなさんも黒人の絡みでなんかこう吐きそうになったって言ってましたね。そうなんですよ。だからあんまりね大きすぎるのもどうなのかなと思うんですけどね。確かに今まで出ていただいた獣医さんも結構大きすぎると逆に大変っていうのを、ね、おっしゃってますもんね。適度な、だ標準的なもの、あんまりだから大きさとかは気にしない方がいいと思います。まあ、そうは言ってもね、勃起さんも大きいですし、いやいやいや、標準でも業界がやっぱり標準レベルちょっと大きいですね。まあそうですよね。今回はちょっとその勃起さんの、まあ、ペニスのサイズ、あとはまあ女性が虜になる絡みとは何かっていうところを聞いていったんですけれども、はい、優しさです、まあ、優しさっていうことですね。はい、はい、まあ、ちょっと探りながらその相手に合わせた、プレイをしていただくのが大事っていうことですね。ではまた次回の、企画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
クリニックにご来院いただければ僕が全部担当します。お気軽にお問い合わせください。チャンネル登録、いいねボタンもぜひお願いします。